よし、レッツゴー。こちらが石倉でございますね。ノンストップで撮ります。はい、石倉とは何ぞや。はい、石倉とは何ぞや、よくわかんないですまあでもこの辺山城なんで、多分このここなんだろうな、まあたりを見るような感じに使ってたのかな。はい、これが石倉ですね。あ、動物の糞があるな。まあいや、とりあえず行くだけ行くよ。何なんだろうね。まあでも歌う歌い席にちょっと近いもんがあるんで、そういう風に使っている可能性もね、ありますよね。はい、これが石倉というものでございます。ここが石倉の最後かな。一応ね、これ地震かなんかで崩れちゃったのかな。こうやると結構奥の景色見えるんですよ。多分愛宕山とか南大山とかも見えんじゃないかな、木がなかったら。向こうまで行きたいけどね。行く？いや、きついかな。もうちょっと降りれんのかな、これ。もうちょっと行ってみます あ、もうこれ以上はきついかな。あー、ちょっと断崖絶壁みたいになっちゃってるからな。もうこっからはきついかな。うん。本当はこの石の上に乗れたらね、景色見えると思うんだよ。この石ね。無理だね。うん。蜘蛛の巣。なんだもう。ああもう。よし。乗れないことはないか。危ねえかな。どうですか、景色見えますか。あ、天気はいいけどね。はい、石倉の眺めでした。あ、どうしよう、戻れない。登ったはいいが、もう戻、あ、危ない危ない危ない。一回切って戻っていい。ちょっと危ないんでね、うん、あ、でもまだ2分ぐらいしか撮ってないのか。ここが石倉なんですけど、石倉って書いてないんですよね。あれ何？なんか溝。ロッククライミングとかやったんかな、誰か。遊びで。ダメでしょ。こんなことしちゃダメでしょ。うん、まあいいや、縦動画で撮ろう。はあはあ。